こんにちは、ふゆこです。今回の話題は奨学金ですね。奨学金返済で生活がカツカツです。将来、結婚、家、子供。無理ってスマホでニュースとか見てたら老後2000万円問題。無理だ。2000万。無理ですよね。節約して、家計簿つけて、頑張ろう。でも節約続かないですよね。苦しいですよね。わかる。めっちゃわかる。私もそうだった。どうにかしたいけど、どうしようもないと思ってた。でも、私の場合、ちょっとずつ節約していったら、貯金が毎月5万とかできるようになって、奨学金も繰り上げ返済できるようになったんですよ。私、奨学金477万あるんですけど、半分くらい返すことができました。今回はそういう過去の私みたいに、奨学金に悩んでる人たちに向けて、教科書に書いてあるような方法じゃなくて、私が貯金できるようになるまでの試行錯誤の過程を、気持ち面とかエピソードメインでお伝えします。流れとしては、奨学金を初めて借りる時の話ですね。大学入学の頃の話。この時は実はあんまり精神的には辛くなかったっていうのが一つ。次がその後大学院に入学した時の話。これが気持ち的にきつかったです、私は。引きこもりとか、鬱っぽくなってしまったりとかっていうことがありました。で、その後、さらに辛かったのが社会人になってから、やっぱり返済を実際始めてみると辛いんですよね。そういった気持ちの中でどうやって貯金していったのか、最初は失敗しましたって話とかから成功に至るまでの道のりを紹介したいと思います。もしここだけかいつまんでみたいよっていうのがある方は概要欄のところにリンクを貼ってあるのでそちらをご参照ください。まず私大学と大学院で奨学金を借りてます。総額は477万で結構大きい金額かなと思うんですけど、借りるときはそんなに深く考えてなくて、当時の私は18歳の時に大学入学して借りたんですけど、社会人になってから返すってことだったんで、返せるかな、周りに借りてる人もいるしなと思って借りてたんですよね。で、大学の時は実家から大学に通ってたっていうのもあって、生活も安定してたんで、そんなに悩むこともなく、大学生活は進んでいきました。で、私、大学の大学院に行ったんじゃなくて、他の大学の大学院に行ったんですね。なんでかっていうと、自分がやりたい研究が行った大学になかったんですよ。なので、他の大学院に行ったんですけど、それがちょっと遠かったので、実家ではなくて一人暮らしで行きました。その時も大学院に上がるタイミングで、大学院の奨学金をまた借りるっていう形になりましたね。その時にすでに彼氏はいて、なんとなく会話の中でお互い奨学金借りてることは知ってたんですけど、金額はわざわざ言わないみたいな、そんな感じでした。彼氏はもう社会人になってて、私は大学院行ってっていう感じだったんですけど、その大学院行ってからが結構私的には辛くて、正直今メーカーの開発職で仕事してますけど、今の仕事より大学院での研究の方が大変だったんですよね。夜2時間おきに起きて装置の面倒を見るみたいなこととか実験中はしてたりとか、今工場に勤務してますけど、今よりかなり危険な環境で作業してたので、ちょっと精神的にも辛かったりっていうのがあって、体力的にも精神的にも疲れちゃって鬱っぽくなっちゃったんですよね。初めての一人暮らしっていうのもあって、どんどん崩れていっちゃって、そこに上乗せされてるのが生活面でお金がすごいかかるってこと。今思うとすごい世間知らずだったなって思うんですけど、1ヶ月人が暮らすのにこんなにお金がかかるのかと思って、大学院で88,000円借りてたんですけど、足りてなかったんですよね、全然。ちょっと都会の方だったんで、家賃が6万円以上してて、今住んでるところは4万なんですけど、ここ田舎なんで。で、6万円以上してて、そしたらもう奨学金あと残り28,000円しかないじゃないですか。両親からお金は仕送りとしていただいてたんですよ。すごい恵まれた環境なのにこんなにお金がないってなって苦しくなっちゃってたんですよね。バカだなと思うんですけど、一人で初めて家を出た小娘にとってはそれがちょっときつかったんですよね。で、実験も大変だしっていうのでちょっと途中で心が折れてしまって、そういった中で学校を卒業して研究者として働いてる人も研究室にはいて、で、そんなに研究者って儲からないんですよね。そういう現実を肌で感じたんですよね、その時。基本的に研究者って任期がついてるので、6年だったら6年どっかの研究所に行ったら、その次何か成果出して次の場所決めないといけないんですよ。会社員の正社員みたいな安定した雇用ではないんですよね。そういう中でやっぱりお金ないな、きついなっていう大学院生として学費年間60万とか払って、出張とかもして、実験して、すごい疲れるし大変なのにお金払って、まあでもこんなもんなのかなとも思いつつ辛くて、学生期間が終わって研究者になりましたってなった時に、賃金とか安定した立場が約束されてるかっていうと、そうじゃないっていう現実も見えてきて、お金がない、お金が辛いっていう状況になったんですよね。うつっぽくなっちゃって、心療内科に行ったりしたんですよ。もうなんか引きこもりみたいになっちゃって。引きこもりの時の写真がこれなんですけど、顔に影がありますよね。引きこもりになってしまった期間があったことで、研究室の先生にはすごい迷惑をかけてしまったと思うんですけど、まあそういう期間もありつつ、お金のことじゃなくて、そもそも研究が精神的にも肉体的にも、私にとってはちょっときつかったっていうのがあって、まあこうなっちゃったんですけど、私研究者になるんだと思って、実は中学の頃から生きてたんですよね。そう、最初に言えばよかった。で、私中学の頃にアインシュタインの相対性理論の本を読んだんですよ。子供向けの優しいやつですけど、それを見て本当に感動して、これすごいじゃん。自分もできるようになりたいと思って、物理学の道を志したんですね。14歳くらいの時から8年間ずっとその夢を追い続けたんですけど、現実にぶち当たって就職しようと決めました。大学院に入って2年生の時に、急いで就職活動して、周りはもう就職内定決まってるくらいの2年生の5月とかに始めて就職急いでしたみたいな感じだったんですけど、ある種逃げみたいな感じで就職しましたね。ブラックロードとか話題になってたんで不安だったんですけど、少なくても手取り15万くらいはもらえるだろうなと思って、生活もできるし、奨学金の返済もできるだろうってことで、一旦ほっとしたんですよね、就職が決まって。ちゃんとその時、自分が奨学金、総額何円借りてるのか、あんまり意識してなかったんですけど、スカーレットパーソナルにアクセスして、自分が借りた奨学金の総額を調べてみたら、477万って出てきて、その時初めて、えってなったんですよ。確かに、その申し込む時に、一旦計算はしたんですけど、その時は考えが甘くて、まあ大丈夫だろうみたいに思っちゃってたんですよね。で、現実を知って辛くなった後にもう一回見ると、マジかーっていう、これを見てる方の中には、借りた金額が私より多い人もいると思いますし、少ない人もいると思うんですけど、つれーっていう気持ちは多分一緒だと思うんですよね。辛いんですよね。じゃあその奨学金477万、彼氏に言ってみた感想どうだったかっていうと、彼氏もその奨学金借りてたから、彼氏より私の方が全然奨学金の額は上なんですよ。477万も借りてるやつなんかそうそういないですよ。なんですけど、俺も借りてるし気にしてないなっていう話でした。やっぱり世間的には結婚ってなると気にする方がいるみたいで、まあそれがいいとも悪いとも言い難いですけども、二人のそれは関係性でしかないので、ちょっと例としては紹介します。ヤフー知恵袋から引用しますね。奨学金を返済しないまま結婚って非常識ですか？私は大学院卒の社会人2年の27歳女性です。もう私とほとんど似たような境遇ですね。私には結婚を考えている彼がいるのですが、結婚するのに借金抱えてくるの？と言われました。大学と大学院合わせて500万の奨学金を受け、すべて学費や社会人支度金に使いました。現在毎月3万返済しながら一括返済用に160万を2年間で貯めています。こちらのページ概要欄に貼っとくので、すごく長いのでちょっと続きの方は興味ある方は読んでいただいて、で、これを読んで、あ、やっぱ結婚ってなると、まあ、奨学金って借金じゃないですか。だからそれで気にする人がいるんだなって思いました。私にはちょっとその発想がなかったので、なるほどって思ったんですけど、私は気にしないタイプの人かなと思いますね。これが正解とも思わないんですけど、そういうタイプの人間です、私は。はい。まあ社会人にちょうどなった1年目くらいのタイミングで彼氏に言ったら気にしてないよっていうことでした。で、じゃあ社会人になってから、返済期間に入ってからどう思ったのかっていうことなんですけど、やっぱ返済はきついですね。私の場合、月々2万7,000円の返済額があったんですよ。今は月々10万くらいで生きてるので、それに2万7,000円プラスされたところで13万くらいにしかならないので、全然支払える額ではあるんですけど、前はいわゆる普通の支出の人だったので、月々20万くらいかかってたんですよね。そこにプラス2万7,000円ってなると、23万円くらいになるじゃないですか、支出が。赤字になっちゃう月とかも結構あって、奨学金2万7,000円さえなければ、貯金できたのにとか、あれ買えたのにとか、結構あるんですよね。やっぱり社会人1年目、2年目、3年目あたりは、うわーなんだこれ、重っていうのがあって、って、で、しかも13年間それが続くんですよ。24歳が社会人1年目だったので、37歳までこれ続くのと思って、まあ、一人暮らしだったらまだなんとかやっていけるかもしんないけど、大きな貯金はできないし、結婚式、家、車無理じゃんっていう思うんですけど、どうしようもないじゃないですか。まあどうしようもなくないんですけど、やりようは今の私なら色々あるなって思うんですよ。なんですけど、当時の私には、なんかいわゆる世間でいう普通に働いてみたいな人生像しか描けてなかったので、そんな毎月27,000円も支払ってたら、みんなみたいにちょっといいバッグたまに買うとか、ちょっといいご飯たまに食べるとかもギリギリだよね。ああ、奨学金ってきついんだなぁ、みたいな感じになってたんですよね。で、その時に、若者の車離れとか言われてるけど、奨学金返してたら無理だろうと思って。奨学金返してなかったとしてもさ、そんな家とかさ、マジ高いから無理だろうって思ったんですよね。なるほどね。世代間のお金に対する感覚の違い、そういう問題なのかと思って、そりゃ若い人お金ないよねっていう、当たり前だよねっていう話ですよね。今回は奨学金の話なんで割愛しますけど、会社の方でちょっとごたごたして、なんかセクハラだなんだってあって、ちょっと会社が嫌になっちゃったんで、他の会社に転職したんですよね、私。社会人3年目の時に。で、そしたらその会社がすごいいい会社で、心に余裕が出てきたんですよね、そしたら。それまでの自分はお金についてどうにかしたいと思いつつも、どうにもできないよな、これと思って、まあ半分以上諦めてたんですけど、まあいろんなきっかけがあって、節約に目覚めて、いろんな節約方法をしてる人っていっぱいいるなと思って、なんかツイッターとかに。でも、本当にできるって思いつつ、ちょっと実践してみたんですよね。私、去年、年間300万貯金できたっていうのを売りにしてるんですけど、でも私もともとそんなに自分が貯金できるなんて思ってなくて、まあやるだけやってみるか、みたいな感じで始めたんですよ。それが、一昨年くらいですかね。ちょっとずつやってたんですよ。初めの月はなんか全然うまくいかなくて、貯金どころか2万赤字とかになってたんですけど、人間はなぜ浪費するのかみたいな本読んでみたりとか、本当に節約の基礎の基礎である家計簿をつけるっていうのをめんどくさがらずにやろうと思って始めてみるとかね。いきなり人間ってやっぱり変われないもので、全然ダメダメの家計簿から始まって、ちょっとずつ完成されていくんですよ。で、なんか半年くらいしたら、あ、自分って食費4万とかかかってるんだ。ちょっと高いかもな。減らしてみるかとか。減らすにはどうすればいいんだろうって思ったら、私 YouTube 好きなんで、YouTube で食費節約とかで調べて、あ、こうやってるんだ、みんなと思ってやってみたりとか、電気代ってそういえば乗り換えたら安くなるよなと思って、エネオス電気に乗り換えてみたりとかして、ちょっとずつやっていきました。まあ1年くらい経ったら、月5万円以上貯金できるようになってたんですよね、いつの間にか。あれ？自分やればできるじゃんと思って、そこからですよね、あ、やればできるんだって気づいてからは、あ、じゃあもっとこうしてみようとか、なんかどんどん工夫していって、自分の生活費っていうのもどんどん下がっていって、去年2020年1年間の貯金額が300万になってました。300万貯まったなら、繰り上げ返済しようかなとか、そういう気持ちになって、無利子でも期間保証の人は繰り上げ返済した方がいいんだなとか、ちょっとこっちの動画にね、載せてますけど、まあそういう話とか聞いて、繰り上げ返済してみたり、以上が今までの私の奨学金にまつわるお金のあれこれなんですけど、総括して私ってすごく環境に恵まれていたと思うんですね。周りの人には感謝しかないなって本当に思うんですけど、私みたいな恵まれてるやつの意見なんか聞きたくねえよって思う方もいるかもしれないんですけど、どうか希望を捨てないでほしいんですよね。自分が理想とする生活をするのなんて無理なんだ。最初から諦めるというよりは、何かね、ちょっとでもいいからお金の知識をつけていって、支出の最適化であったりとか、保険料の見直しとか、ふるさと納税とかいろんな手段があるので、このチャンネルでも紹介してますし、節約貯金チャンネルであったり、いろんな記事とか雑誌とかね、ありますから、ちょっとでも自分のお金に対する勉強をする時間っていうのを1日の中でちょっとでも5分でも1秒でも作ってください。で、そうするとちょっとずつでも変わりますから、本当に貯金とかお金のことってパッと変わらないんですよね。なんかいきなり宝くじに当たったとかでない限り、あんまりパッとした変化ってないんですよ。でも、ちょっとずつ変えていけば、例えば私だったらいつの間にか月の支出が10万とかになってたりとか、まあ、ちょっと極端な例かもしれないですけど、でも要するにそういうことができるので、誰でもできると思います。で、この動画で伝えたいことは、生活費を苦のない節約の範囲で下げられたっていうことなんですよ。苦のない節約もあるってことをまずは皆さんに知ってもらいたくて、で、私は昔のイメージでは節約といえば色々我慢しないとなんだな、やだなやだな、でもお金がないしな、みたいな風に苦しく考えてたんですけど、そうじゃないよっていういろんなタイプの節約があるので、限られたお金の中である程度大なり小なり人ってやりくりしないといけないじゃないですか。そういった中で、じゃあ自分にはどんな節約が合ってるんだろう、固定費の削減なのかな、食費の節約なのかなとか、その辺はいろんなね YouTuber の方とか、私も動画出してるので細かいノウハウはちょっとこの動画では紹介しなかったんですけど、ぜひ希望を捨てないでいろんなことに挑戦していくといいんじゃないかなと思いました。ただ何か挑戦するのができないくらい、もう仕事に疲れてるとかストレスがやばいという人はまず休んでください。もうね、私も精神科に行って分かったんですけど、まず休んでご飯食べましょう。それが一番大事なんで、ただ知らないだけで損をしている人たちがこの世の中にはいっぱいいると思うので、何かきっかけにしてもらえたらいいなと思っています。私もまだまだ奨学金たくさん残ってますので、一緒に頑張っていきましょう。この動画が役に立った、面白いと思ってくださった方は、高評価、チャンネル登録していただけると私のモチベーションになるので嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。